こんばんは。背景がそう、今日帰ってきました。うん、違う、ここじゃなくて。があります。うん、こうしよう。こんばんは。ただいまです。メイク僕嘘。いつも通りな気がしてたんですけど、濃くなっちゃってますかね。こんばんは。猫ちゃんだ、ありがとう。今日の髪型はハーフツインです。こんばんは。今日も可愛い、ありがとう。こんばんは。電話監督さん、こまちゃん、ありがとう。みんなありがとうね。山ちゃん、ありがとう。ニハト、アイラバ、おもりさん、ありがとう。みんなのことこれ読めなかった、ごめんね。ツキちゃん、ありがとう。高木さん、ありがとう。リチャードさん、ありがとう。タンタンさん、ありがとう。エリコさん、ありがとう。タッちゃん、ありがとう。クレちゃん、ありがとう。コウジさん、ありがとう。ロウさん、ありがとう。お疲れさん、ありがとう。ヒロピーさん、ありがとう。高木さん、ありがとう。電話監督さん、ありがとう。サヌキキューさん、ありがとう。ロピアドマッピーさん、ありがとう。テリピーさん、ありがとう。エちゃん、ありがとう。トニーさん、ありがとう。やばい、みんなのこと読めないかもしれない、ごめんね。ヒカルパジャマさん、ありがとう。モンクマさん、ありがとう。ゴーセブンさん、ありがとう。エッツさん、ありがとう。サクラさん、ありがとう。リンダムさん、ありがとう。ポンポンプリンさん、ありがとう。コイステカブさん、ありがとう。あ、すごい、福笑い。こんばんは。そう、髪型はやっぱハーフツインかなって思ってさっきやりました。ラキくんは今日ちょっと噛まれかけたんですけど、そう、でもそんななんか甘髪みたいな感じでした。今日じゃないかな、昨日の夜かな、忘れちゃったんですけど。まず東京、いや、ここはお家です。帰ってきました。今日もとってもかわいい、ありがとう。足かな、いや、手になんか、ごめんなさい。広島おかえり、ただいま。寒いんですよ、すごい今ここ。寒すぎてずっと震えてんの、プルプル。そう、お姉ちゃんともたくさんいたから。そうなんよ、私のスマホだとカメラっぽい。嘘、なんかでも確かに今日なんかね、白っぽく映ってる気がします。なんか確かになんか青っぽく見えるかも。鼻水が寒すぎて。ここはね、事務所じゃないです。暖房はちょっと今まだつけてない。暖房つけるとめっちゃくしゃみがね出ちゃうんですよ。そう言われてみれば確かに。18日なんとかしていくことにします。待ってますよ。18日は公演、四国公演、すごい久しぶりで、そう楽しみ。お話し会まだなんでね、もうちょっとね。直後の感じで、なんか最近ここを巻くのがちょっと慣れてきて、なんかほら
ちょっとだけうまくできるようになったんですよ。インナーカラー確かにでもね入れてないんよそう、髪はもう真っ黒です。くるってそう触覚が伸びたのもある。15分になったら教えてくれたら嬉しい。ありがとうね、教えてくれて、教えてくれようとしてありがとう。こんばんこんばんは。ごめんね、朝からお知らせがありますなんてびっくりさせてしまってもう顔もめっちゃなんか急すぎてね。こんばんは。7分です。なんかさっきもう15分になったよって書いてる人いなかった？ほら嘘ついたでしょ15分って言ったよまあ7分なのにちょっと信じちゃうよ私あー確かに日本じゃなかった確か。京都は21時10分です。そう京都違うの時間あれ。こんばんこんばんは。時間をね空けてくださって本当にありがとうございます。15分にお知らせする理由は、いや理由というか多分こう時間を空けて来てくださってる方々いると思うので、そうだからちょっと配信経ってからにしようかなって思って、今日一日そわそわして、なんかもう本当にそわそわして、本当なんかそうみんなが集まって、そう今日ね本当はあのね今日平日だからさそう土日ちょっとねできなくてというか。成人の日とかだったりしたので昨日とかも平日になっちゃったので、こんばんこんばんは。仕事が手につかなかった。いや岡野さんでごめんよ本当に。そうだよね朝からごめんね。またなんかもう15分って言ってる人がいる。まだあと5分あるって書いてるよ。あと5分あるのかな。駆けつけますよそれ。ありがとう。お出かけの予定キャンセルねえごめんねごめんね。あといや本当に予定をね開けてくださった方本当にごめんなさい。
申し訳ない本当に。カップラーメンの、カップラーメンならまだ作れるよ。髪型、そう、自分でやってみました。どうでしょうか。みんなありがとね、ギフトたくさんありがとう。3分こんばんは。チーコン、チーコン、発表があるから配信早めにしてたメンバーがいたの気になってきました。ごめんね、メンバーにも気を使わさせて、気を使わせてしまって申し訳ない。全然本当に気にせずって大丈夫なんですけど、本当にね、ちょっとみんなに気を使わせてしまってごめんなさいね。こんばんは。かわいい、ありがとう。もーちゃんが一番かわいいことに変わりはない、ありがとう。15分だよ、あと2分だよ、2分だし、みんな愛情ってるね、本当にごめんなさい。本当に全然今配信全然ね、本当に気を使わさせてしまってごめんね、メンバーの皆さん。こんばんは、こんばんは。すっごいニコニコ言う。今緊張でここら辺ピクピクしてるよ本当は。こんばんは。噂を聞いてきました。ありがとうございます。ももかのね、っていうのファンの方々がたくさん集まってくれて、すごい嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なってしまった。なってしまった。15分になってしまいました。時が来てしまいました。すごいねえ。いや、伸ばさないけど、いや結構頑張って平気そうな顔してるんですけど、結構緊張しております。ではね、発表します。
表します。ちょっと待って行くよ。私ギッセモモカは ST48 を卒業します。ごめんね。やばい、言葉が今出ないんですけど、ちょっと口が動かない、ちょっと口が動かないんですけどリコちゃんから LINE 来た。お姉ちゃんからなんか面白いことが送られてきた。はい、ごめんね、ちょっと今口が動かなくて公演で発表しようしたいなって思ってたんですけど、1月普通いつもの公演がなくて、それでそう配信という形になりました。でもそう、この4年間ね、めっちゃ楽しくて、そう今口がね、めっちゃ練習したんだけど口が動かなくてなんかピクピクしてるそうね、この4年間はめっちゃ楽しくって辛いこともあったんですけど、なんかもう感謝です。だから本当にファンの皆さんにも、運営さんにも、メンバーのみんなにも本当にすごい温かくね、いっぱい見守ってくださって、たくさんこの4年間すごく感謝の気持ちでいっぱいで、このまま いたいなって、 STU にいたいなって思う気持ちもすごくあるし、あったんですけど、これまでの経験を生かして、また卒業後はね、まだ何も決まってなくて、本当にこれから自分が何をするかとかはわからないんですけど、この4年間の経験を生かして前を向いて進めたらいいなと思っています。またいろんなことを経験して、これからもそこでまたやりたいなって思ったことがあれば、それ
を頑張りたいなって思ってるので、まあはそう本当に将来のことは未定です。でも本当に STU48 としての後悔はなくて、すごくなんかすごい自分が変われて、加入前まではずっとすごい悲観的な考え方をする子だったんですけど、 STU に入ってからはめっちゃ前向きな気持ちとか自分自身がすごく変われて、 STU に入ってよかったなって思ってます。そう、でもお話し会は最後まで参加し絶対したいっていうのは運営さんとお話ししてて、それで まだ卒業の日は未定なんですけど、お話し会はみんなとたくさん思い出を作れたらいいなって思ってます。公式さんか、あと失恋の理由を今ちょっとね気持ち的にうまく説明ができないと思うので、詳しいことはブログに載せようと思ってるんですけど、もし早ければ今日乗るんですけど、あもしかしたら明日になっちゃうかもしれないです。あと、あれ言おうと思ってた言葉が言えてるかな、全部。でも本当にこのブログ違うブログごめんなさい、ファンクラブのブログに載せます。ごめんなさい言葉が足りなくて。あとそうメンバーには自分からは言っていなくて、のファンの方とメンバーのみんなにこう同時に伝えたいなと思って、そう LINE とかも来てたんですけど、そうちょっとごまかしてしまいましてね。メンバーにも伝えようって思ってもなんか伝えられなかったし、なんかこれまでなんか STU48 としての後悔はないんですけど、みんなと会えなくなるのだけは結構もう本当に本当に悲しくて、もう本当にずっとそれが申し訳ないし、私も寂しすぎて公園でみんなの顔を見るたびに、そう本当に申し訳なくて、そうなのでそう
結構長い間考えて、あの急に決めたとかではなくて、かなり前から考えて、うん、決意したのは、そうですね、あれなんですけど、でも考え、ちょっと結構前から考えてて、そう、ずっと辞めるかどうかを、あの卒業するかどうかを、なんか卒業しようって決めても、ファンのみんなの顔を見るたびに、そう、すっごいずっとそれでずっと悩んで、本当にそれが一番寂しい。あ、そう、お姉ちゃんには相談してて、家族には相談してる、してて、今来たんだけど、卒業者。そうなんです、ごめんね、覚悟はしてたつもりだけど、やっぱりね、ごめんね。いや、みんなと会うたびにこれが泣いちゃいそう。でもね、結構でも、見守ってくれると嬉しいです。もちろんずっと愛するよ、ありがとう。いや、急にびっくりさせてしまって本当にごめんなさい。まだね、あのすぐ卒業っていうわけではないので、すごい卒業までみんなに恩返しができるようにいっぱい頑張るので、よろしくお願いします。いきなり、そう、いきなり今日でみたいな感じではないので、はい、ではそろそろ、はい、読みたいと思います。ランキング、本当にね、本当に今多分すごい悲しんでくれてるファンの皆さんには本当に申し訳ないけど、でもいっぱいありがとう伝えるので、こんばんこんばんは。ではみたいと思います。
読みます。13位のテリピーさんありがとう。12位のコウジさんありがとう。やめないでごめんね、ありがとう。11位の隣のに一期生いるって聞く人、そんなのやだ、ありがとう。また話そうね、ありがとう。10位のピノさんありがとう。あ、変わっちゃった。13位の隣に帰省いるって聞く人さんありがとうございます。12位のコリちゃんありがとうございます。11位の福ちゃん、桃子組ありがとうございます。10位の幻さんありがとう。今までもこれからも大好きです、ありがとう。9位のテリピーさんありがとう。8位のヨルさんありがとう。7位のタツさんありがとう。ももが一緒大好き、ありがとう。6位のお疲れさんありがとう。5位のえいちゃんありがとう。ありがとうございます、みんなごめん。A の現場監督さんありがとうございます、大好き、ありがとう、大好き。3位の福ちゃんありがとう、福ちゃんやばい、まあ、2回読んじゃった、ごめんね。サイのふみやとまくうふふさんありがとう。おもちゃん今までありがとう、いっぱいありがとう。2位のピノさんありがとう。おもちゃんの未来に幸あれ、ありがとう。1位の大熊さんありがとう、ありがとうございました。時間を当ててくださりありがとうございます。ありがとうございました。みんなもね、ゆっくり寝てね。頑張って気持ち伝えてくれてね、ありがとう。そう言ってくれてありがとう。ありがとうございました。さっき来た、来てくれてありがとう。おやすみなさい、ありがとうございました。ありがとうございました。